やっと着いた家は。新しい家族。そう。ゴールデンアムザのクックとです。1回目の時はこんな感じでした。このような状態の箱の中に入ってます。で、飼い主の100円です。で、それでこの穴は空気で食べるわけで、それそうなんだけど、かじっちゃった、かじっちゃうから開けたらダメって言いました。こういうけどは、アニマル研究所のグループの議員になります。よろしくお願いします。教えて。あ、ちなみにまだククズことのことを知ってない人はこれ、この子がククゾーくんです。はい。で、それで一個目はククゾーの家、カッコハムスターの家。そして次、クキレットトイレです。次はこれ何？これね、ご飯入れるやつかな。あ、これはご飯入れるやつです。あとで中身を教えます。パンダさん、今開けてくれへん。次はご飯です。これですよ、ご飯です。次はトイレのやつ。あー、でかいでかい、重い。わ、階段ないから。まずはこちらです。こうしたらどう？これいらないね。いらないね。ベッドにしようよ。大丈夫、いらへん。ふわふわ。ベッドはこちらにあるので、まあいい、まあいいか。よし、行くぞ。で、次はクキレット。で、次は餌をここの中に入れたいと思います。まだまだ早い。
あ、だだ。あ、おー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 、こちらに置いとこうか。そうだね。よし、破ります。あ、あ、これや。伸び出したの。フリレットはこちらです。あとフリレット。フォーク。これは、うん、こう。こうやってね。うん。こう、を取り付ける。面白い。いいサイズ。こっから入る、ね。あ、いいね。マイネットより使いやすそう、このトイレ。開くかな。開かない。ちょっとその裏のシール外してくれる。あ、じゃあこんぐらいでいい？何個ぐらいって言っちゃった？うん、そうやね。入れすぎかな。ちょっと多いかな。じゃあ3個。まずは3個ぐらいにしとこうか。剥がしました。はい。OK。みかんたちょっと取るの変わって、お母さんここに砂入れるから。あ、いいよ、キピーよ、それぐらいいいかも。はい、どこぐらい、こんぐらいにしとこうかな。かた、残った餌は、あ、いいのあった。え、かた、残った餌さ、ここに入れたら、あ、違う違う、あっちの袋に入れやいいや。どこ、ちょっと待って。あ、じゃあこれは、この袋は母ちゃん一旦ストップ、硬い。いいよいいよ、説明書に書いてあるから。これがいい。じゃあちょっと袋ごと入れて、あのパラパラ出さんといて。あー、よかった。どういうこと、そういうこと。わあ、泡はどうするの。泡この中にトイレの砂を入れるんですが、ちょっと少々お待ちください。よし、切ってないか。こうやって、これがモンスターの野菜の砂となります。あ、これ母ちゃん、これさあ、ハサミいらなくても、奥の方でやった方がいいんだよね。そうそう、よっしゃ、よし、みんな砂入れようか。こぼさんように気をつけてください。ストップして、ストップって。カンダ、もうちょっと遠くから取って。これぐらいでいいかな。じゃあここにしよう。うん、じゃあクフトのお家はどこに置く。あ、じゃあまず、あ、ちょっとまず絵を描きます。待って、後ででいいじゃん、うんうん、まずは置く場所を決めてから絵を描きます、うん、ここら辺にしとくか、うん、家、待って、家の場所作る、家作ります。ここが家の場所にします。あの、ひげさん、この新聞紙の綿をこの中に入れたらどうですか。この綿を新聞紙の中に入れる。ふくとは多分自分で砕いて入れると思うよ。よし、じゃあ次がまずちょっとだけ完成しますか。よっしゃ、じゃあ服と入れてく。服と、あ、ちょっと待ってください。家をちょっとだけ、あ、待って、家を、家の完成です。ごめんね。食べてる。かわいい。食べた。食べました。あ、待って待って。優しく優しく近くにあるよ。
よし、セーフ、セーフ。揺れてない？もうちょっとこっちにやってあげよう。ああ、だって。中に入っとるから。屋根がね、ピシッとね、はまってないな。ほっぺが大きくて入れる入れる。うるちゃら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 。早くかぶせよう。檻をかぶせようか。ちょっとこれ取って。あの、あ、入れる。スキペニュー、スキペニューなんて取らないよ。取っちゃって。よいしょ。おお。ちょっとお母さんやるでき。よいしょ。よいしょ。あ、クグトは今ここにいますね。なんかすっごい入っとんね。クーちゃん、この前のクグ、クーちゃんみたいにスキマが大好きなのかな。すごい。アニマル研究所。